ケーオッケー、実演してくれてる、ありがとう。いただきます。嘘みたいにうまい。そう、バイミーが来たよ。すごい、あそこで一生懸命作ってくれたやつ、うん、めっちゃうまい。ただね、辛い、辛い、めっちゃうまい。あれじゃない、あ、新長谷名警犯出たった、チェーメン。ワンタンスープまとめてできました。うん、なんかコンソメみたいな味がするね。なんか野菜のあれスープなのかな、爽やかだね。うん、美味しいぞ。じゃあ今度こっちを食べてみましょう。あ、お米はね、なんかうっすら味がついてる。この米めちゃくちゃうまい、食べて。どれどれ、めっちゃうまい。これいただきます。うん、安い。一応ハウツーも載ってます。培養液って書いてある。培養液を解放するために小さな来た来たよ、培養液。こんにちは。培養されてるよ。どうですか。うん、パイコーちゃん、パイコーエビリちゃん。あ、めっちゃうまい、この肉やばくー。うん、うん、めっちゃいい匂いする。チキンライスでまた頼んでしまいました。あとこれが あまりにも美味しかったから、戦争ゼリージュース、ね、豆乳と戦争ゼリー。あ、そっかそっか、うん、あとこれが付け合わせの野菜。美味しそうですね。美味しそうです。ご飯を作ってここにちょっと乗せて食べる。うん、めちゃくちゃうまい、これ。前々から入りたかったし。はい、はい、いただきます。味ついてる。そしてなんかこれ辛い気がする。ご飯は美味しいよね、いつもの。いつもめちゃくちゃ美味しいやん、ね、いつものあのチキンライスみたいな味で、うん、全体的に美味しいですね。うん、なんだこれ、うん、これ美味しい。めっちゃうめえ。これもでも全面的に辛いな。全面的に辛いけど、うん、辛いけど美味しいね。味はめちゃくちゃ美味しい。うん、え、24時間空いてるじゃん、ここ。そうだよ。なんか美味しそう。マクローバー、アラブキャッスルっていうアラブ料理の店に来ました。ニンニクキカシーの野菜のせいの、うん、食べるのじゃないの。こんな感じ、ちょっとごめんじゃないけど、うん、こんな感じに負けてます。リニアに行ってんだけど、これがね、昔からずっと食べたかったんだよね、 YouTube で見てから。うん、あ、うまっ。だってこれ、半身ついてんだって。これすごいね、ボリュームがすごいね。うん、マレーシアマックに入ってみようと思います。なんかでもあんまりこのマレーシアっぽいメニューがないんですよ。天リンギットバーがある。ラテを選ぶとセットが14に 3.65 で合計が 17.75 だから大体500円ぐらい。めちゃくちゃ安いです。ね、ポテトはもういつもの安定の味。うん、美味しいよ。いつもの味。いつもの好きな味です。まあ、うちの奥さんはね、バーガーはこんな感じ。なんかすごい普通のハンバーガーみたいなんだけど、うん、特に特別感はない。なんか写真とえらい違う気がするんだよ。名物のポッケンミー来ました。なんだこの真っ黒な。すごいな。
麺がすごいもちもちしてる、うん、うどんみたい。で味はね、うん、とっても表現しにくい。なんだろう、ちょっと香ばしい焦げたような味がする。美味しい焦げた味、うん、今日美味しく焦がした味だ ね、うん、全体的に美味しいです、うん、これおすすめ。ほらこれでしょ。本当だ。でも売り込んでこないからいいな。うん、なんか似て感じなんだよな。静かに待ってくれてる。なんかね、こんなでっかいの来るんかと思ったら、スモールだとどんだけだったんだろう。1個だったから。スモール半分なのかな。1個だったかもしれない、ね、いただきます。あー、いいねいいね、うん、本当にカリカリに焼いたチキンが、うん、カリカリに焼いたパン、パンっていうか皮、うん、あ、美味しい。美味しいよね。これは何、これは多分サワークリームじゃない。もう一品来ました。これなんかひき肉みたいなのが入ってんだ。パリパリの薄皮、うんうん、美味しそう。うまい。これびっくりした。辛いのかと思った。餃子っぽい中身が。あ、でも確かに雰囲気似てるかもね、うん、皮に肉っぽいミンチみたいなのが入ってる、うん、いただきます。焼き餃子みたいですよ。へえ、熱っ。これ美味しい。じゃない？うん。USA ナシゴレン。ナシゴレン。ああ、どのあたりが USA？ まあまあ。いただきます。お。辛い？めっちゃうまい。何これ？チャーハンですか？味は普通にチャーハンだけどめっちゃうまい。いただきます。うん、これうまい。いただきます。うん、どうぞ。これが何だっただろうね。全然わからんメニューだった。ナシゴレンなんちゃらみたいな。これも、うん、普通のチャーハン。うんうん、まあ、これもおいしい。うん、なんか焼き飯って感じ。うん、パラパラ。うん、美味しい。地図ではこの辺なんだよね。ちょっと行ってみる。なんか奥まったとこに入ったって書いてあったから。あ、これだ。ここは24時間営業で美味しいらしい。ラッシュが気になる。プレーンでバナナ、うん、見た目的に違いが分かんない。ん、結構しょっぱい。うん、ね、え、本場のナシってしょっぱいの？よしよし、食べよっか。うん、お、辛っ。あ、大丈夫？めちゃうま。いや、うん、リルビットホットマンゴカレーうまいな。マンゴカレーいいでしょ。うん、なんかカレーに果物って微妙だなと思ったけど、うん、結構合う。まろやかというかな。うん、おいしいよ。うまい、うまんご。うん、ご飯がちょっとでよかったよ。なんもちっちゃめだったね。うん、うん、あ、おいしい。このエビおいしいよ。ほんと、うん、もう2時なのにこんなに混んでるの。結構種類がある。火山豆腐って熱そう。というかね、結構熱いからね、食べるの大変そう。これこれ取って、うん、これで取ってこれ取って、ね、あ、それで取って、はい、これを少し入れる感じじゃダメかな、はい、あ、いいんじゃない。あ、めちゃくちゃ美味しくなる。あ、本当？何これ、めっちゃ美味しい。どれどれ、私もやってみます。ちょっとこれ入れた方がいいわ。あ、なんか全然思ってた感じじゃない、うん、もっとなんか薬臭いっていうかさ、うん、薬膳臭いのかと思ったら、うん、全然あっさりしてて美味しい。美味しいよね。うん、うめえ。これうまいな。これめちゃくちゃうまいな。やばい、これは美味しいね。うん、美味しい。いや、食べに来てよかったね。もんですね。うん、あ、肉も美味しい。うん、うん、お、来たよ。
はい。なんか日本の料理もあるから何でもありって感じだなこれ。本当？うん。なんか久しぶりにハンバーガーっぽいの食べたいけど、さすがにそれはないか。いや、あるはずだよ。あ、これ美味しそう。照り焼き牛肉、照り焼きビーフライス、美味しそうだな。へぇ、美味しそう。ビーフラザニアが来ました。はい。これ美味しそうじゃん。美味しそうだね。うん。いただきます。あ、ラザニアだ。美味しいよ。トロッとして美味しいな。ね。バーベキューチキンかな、ちょっとわかんないやつだけど。いつものあのチキンで炊いたお米みたいなんだけど、うん、いつもよりちょっと上品な味ですごく美味しい。大丈夫。大丈夫。タレも美味しい、美味しいんだろうなきっとな。どうですか。わ、結構コショウが効いてる。うん、うん、まあ、せっかくなんで最後くらいバーガーにしようかなと。まあ、結構ね、地元のものも食べてきたしね。そうそうね、まあ、うちらジャンクフード好きやし。そうなんですよね。バーガー来ました。バーイ。やっぱりちょっとアメリカに比べると、うん、ちっちゃいかな。ボリューム抑えめ、うん、だね。ジョニーロケですバーガーもワンハンドで持てるぐらいのお手軽さ。ベーコンがスモーキーで美味しい。ああ、よかったね。うん、食べやすい、うん、バーベキューチキンメルト。チーズメルト。チーズメルト。バーベキューチキンメルトか。すごい美味しそう。美味しそうだね。バーベキューって感じ。ジューシーチキン最高。ももでしょう。うん、それで、ね、ちゃんとチェックして入ったからね、うん、やっぱチキンはももっすよ。うん、すごく美味しい。なんか知らんけど、ほんと胸真っ赤なんだよね、どこで食べても。あのチキンライスとかも、うん、だいたい胸だもん、ね、胸が出てくるんだけど、うん、モモはどこ行ったんだっていうぐらい。ほんとね。モモでした。美味しいです。ジューシー。結局オールドマレーシアのチキンビリヤニにしました。さあ、チキンが安定の胸肉。え、あ、そうなの。うん、まあ、しょうがない、それは。でも、早いとこ来たね。うん、まあ、でも美味しいっすわ。どれ。ただ、元気ないっすわ。味見。味見にいただきます。美味しいね。うん、美味しい、美味しい。ビリヤニ美味しいよね。もう、食べてなかった。チキンライス来ました。はい、待ちに待ったやつね。一回間違えたやつ、ね。いただきます。でも5分って言ったら本当に5分で来たよ。まあそれだから許してあげよう。うん、この本当に言葉通りのチキンライスが美味しいんだよ。うん、美味しい。やっぱここも美味しいですか。うん、ほかほかよ。ほかほかよ。5分で作ってきてくれたから。あ、うん、ジンジャーが効いて美味しい。うん、いつもよりちょっとしっとりしてるかな。美味しいです。でも美味しい。うん、何？胸じゃない。マジで？うん、ラッキーやん。俺胸だったのに。あー、このチキンも美味しそうだな。これもめっちゃ美味しそう。ここいいけど注文の仕方がよくわからんね。ここはタイフード。あ、ごめん。ここは？ここはヌードル&ライス。中国っぽいね。美味しそう。カリーチキンウィズライス。なんかチキンしかないんでしょ？確か。宗教の関係でほぼほぼ。カレーライスって書いてあるけど、カレーっぽいのないけど。これも美味しそうだけど、注文方法がわからんな。
セットミールズって書いてあるんだ。これが香港ローストすごい並んでる。これは鍋やろこれ。あ、鍋好きなだけ取って、あ、ラーメンにしてくれるんだ。なんか違和感がある。うん、面白い。ハローチキン、チキンばっかだな本当に。ベジタリアン、ベジタリアン、急に和食来た。うん、一番ラー、これなんかえらい西洋風だよ。あー、ここパスタ屋さんか。うん、何なんだろうここは。ほんとだ、字が全然読めない。少ないね。